ミーラーバーイーは、インドの詩人、聖人、ミーラーバイトも。彼女のパダーバリーは、現在でもインド各地で広く愛称されている1498年頃に、インド北部ラージャスターンシューパーリ地区砕きで誕生する。ラージュプートの小さな王国のメールター王家出身の王女。彼女の生まれたラージュプート族は、 勝負の気風が強く武人としての誇りが高い種族で、種族的な結合が強く種族を単位とした大将の王国が建てられた。母、ビールクマリは、彼女が生まれてほどなく亡くなり、クリッシュな信仰に厚い祖父に育てられた。少女時代に、馬術、音楽、弓道、宗教、行政を治め、ラージュプートの当時の峡国でチットオルガルニと多く、名はある王国の皇太子、 ボージラージに嫁いだ。間もなく皇太子は戦死。1527年岐阜である、メーワール国王のラーナー・サーンガーは、ラージュプートの将を率いて、カールワーで、ムガル帝国のバーブルと戦い大敗する。この戦いで、ミーラーの父は戦死し、ラーナー・サーンガーは、重傷を追い翌年死亡する。失意のミーラーは、実家で幼い頃から馴染んでいた。 クリシュナ信仰へと深く至たり、クリシュナ人を熱愛し崇める鹿を次々に作った。それは亡き夫をクリシュナに重ね合わせたからという。皇太子との間に子がなかった上に、後ろ盾となる父や義父を失ったミイラーは、今下の中で孤立し様々な迫害を受けるようになる。実とオルガルを抜け出し行者になったミイラーは、実家のメラタ国に戻りその後、クリシュナ人の聖地ブリンダバンに移り住み、 最終的に、クリシュナのゆかりある地、ドアールカーにたどり着き、1546年頃に、同地で没す。彼女の最後については、信仰するクリシュナの心臓に吸収されたなど、いくつかの伝説が伝えられている。ヒンドゥー教は、司祭階級のバラモンが取り仕切る多種の祭祀や、難解、深淵な教義を持つ、各学派が存在するが、これらは、一般庶民の手の届かないところである。 しかし一般人も神に、現世や来世の加護を求める気持ちに変わりはなく、10世紀頃から南インドを中心として、バクティが広がった。バクティは、神への指針のない絶対的気泳を表す一つの生き方だと考えられて、敬験な信仰心が救済をもたらすとされ、生まれやカーストに関係ないとされた。ヒンドゥー教では、仮想とされる女性であるミーラー・バーーの作品は、 クリシュナ信仰文学の重要な一角を担い、今日においても、シア参加は民衆の間で愛禁され続けている。また、ヒンドゥー教のバクティ運動のシンボルで成人。ありがとうございます。